どうもどうも。どうもどうも、こんばんは。早いねって。思ったより早かった。どうも。あれ。やっほーみんなー、やっほー。名札つけた方がいいですかって。つけたらもう確実にわかるよね。この椅子ムシムシ言う。なんかたまに。そう、今日ねいっぱい話したよねみんな。いつ会えるかなって。何？違う名札？嫌よ。あ、間違い探しね。そういうことね。アイメイク可愛い？嘘。アイメイク？前髪切ったから。何だろう、なんで。ありがとう、ありがとう。お洋服かわいい、嬉しい。今日は超スケスケ。青ね、みつきちゃん。これなんかさ、暗い画面。この電気ってどうやってつけるのかな。これどうやってつく。おいおいおい。なんかここに電気あるんやけど分からん。つけ方が分かんないですね。こんばんは皆さん。あ、ティッシュがここにあるんや。ティッシュが今欲しいんですけれども、我します。スマホの画面拭きたいんですけどね。なんか拭くのないっけ。明日の用事なければ今日は明日のお話がいけてたの。本当？それはショック。みんな明日もあるんだよね。明日も遊びに来てください。 ちょっと待って、ここ入ってるかな。あるといいな。あ、ある。ええけどな、けどな。まあでも、ちょっと
待ってください皆さん。え、ないですね。あ、でももうこれでいいや。自分のタオルで来ますね。3部ですよね。明日3部。明日3部。今日も3部やった。たい焼きありがとう。たい焼きください皆さん。お話し会だなと思うながら仕事してみた。船の上やもんね。サウナはこのタオルで拭きます。じゃじゃん。これはあのね、沖縄と宮崎のスプリングキャンプのジャイアンツさんのタオル、これで拭きます。これ今日の分、うん、今日使う用として持ってきたタオルなので、明日は違うタオルなので、明日は確かお猿のジョージなので持ち歩くタオル。そう、バッグにさタオル入れるんですよ私。八千代市のみんなが今日楽しかったって言ってて、なんか言ってない私まで幸せな気分になってる。優しい。普通悔しい、行きたかったーなのにね。そう、今日の分持ってきたタオルでスマホの画面を拭きますね。でもタッチがないんで、ミシミシごめんなさい。違う、そっちの教養じゃないよ。空の推しってな、みん仲良しさん多いよね。そう、ありがたいことにね、なんか仲良しさん多いっていうよりね、みんなが仲良くしてくださってる、なんか優しい方がいっぱいなのかな。そう、全部違うよわさっぴさんの教養は。今日の水ストロー。ふう、みんなは何中ですか。そう、三の推しのみんな優しいのよ。お宅は推しに似るって言うからねって。え、みんな似てくれてんの。嬉しい。なんかみんなそうやって言ってくれて、いやそうじゃないよ、そうみんながね優しいんですよ。そう、みんなが本当に優しくて、そうなんだよね。なんかさ、お誕生日の歌だったらみんなもさ、おめでとうとかさ、まるまるさんおめでとうございますみたいに言ってくれるやん。え、優しいって思うもんね、もう一回。そう、優しい人々に囲まれて私はもっと幸せです。幕張から帰ってる時の電車の中、あ、気をつけて帰って、遅いね。じゃあ推しがお宅に似たのかな。あー、まあ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 、お互いがお互いに似たんです。そういうことにしとこう。帰ってくるのに汗だくになってたから、とりあえずシャワー浴びてくれて。おお、いいね。私はまだショールーム終わったらお風呂入りますね。ゆうちゃんハートありがとう。ね、明日暑いですよね。明日長袖ないよな、さらに。明日はいけないけどオンライン申し込んだ。あ、やっと会える。待って、飛行機さんいつぶりやろうね。え、結構あっちゃらんくない。1年はあっちゃらんくないね。楽しみ。それこそ今日3年半ぶりぐらいに、そう、なんかやっぱりなんかなんだっけ、直接が良かったからみたいな。そう、そう聞いたの。そう、聞いたんですよ。そう、オンライン
オンラインに来なかったのはやっぱ直接が良かったかなって聞いたら、そうって言ったから、やっぱそういう方もおるよなって思って。そう、でも嬉しいね、やっと会えるようになって。そう、私は最近あったね、コンサート前回も入金までしたのに仕事で行けなかった悲しい。一番悲しくない、そういうのって。一番悲しいよね、だってさ、ねえ、もう行く気満々でさ、行く気満々でもう決済も済んでっていう状況でお仕事入るのは辛い。私が逆だったら泣くかもな。直接は緊張するんでオンライン派です。いや、7月船降りたらぜひ。直接も両方待ってますよ、うん、それはシアンって。確かに今日のはシアンね。確かにもう本当にショックだよ、だって会えたんよ、そのお仕事が。え、お休みだったら。まあでもね、それがお仕事ですから。オンラインも緊張するので配信で撮ってる。配信やったらさ、二人っきりじゃないよ。うん。え、だしさん、ありがとう、たい焼き。もう緊張しない？もう緊張しないか、確かに。緊張、でも今日緊張してる方いっぱいおったな、いっぱいいた気がする。今日めちゃくちゃね、懐かしい方とか、そう、元気しちょったっていうような方とかそう、来てくれたね、めっちゃ遠方とか。4月にめっちゃ会った。あ、確かに4月ね、めっちゃ会えたね。4月は会える機会がめっちゃありましたね。さらちゃん緊張する？さらちゃん緊張する？緊張せんでいいよ話すこと考えるのが難しい。そんなことないやん、そんなことないじゃないですか。こんな風に話せばいいんですよ。うん、おしめの前では基本ド緊張だけど、ソラノンとはなぜか緊張する気がしない。褒めてる？それ褒めちゃう、本当に褒めてますかでも嬉しい、それだけなんか馴染みがあるみたいな言い方、嬉しい、うん、確かに絶対緊張せんと思うよ。え、オンライン、前のオンライン緊張しよったしてない気がする。私はちなみに緊張しないです。緊張しなくなりました。緊張せんくなったっていうかね、もうなんかさ、1回目、それぞれ1回目はめっちゃ緊張してたんですけど、多分お試しとかはめっちゃ緊張してましたよ。そりゃ何話せばいいんやろうとか考えてたのでそう、初めてすぎて。でも今はもう楽しさが勝つので、緊張してないです。そう、ファンの皆さんが緊張してるのを見るのが楽しい。なんて言うんだろうね、伝わってくるんですよ。そう、緊張してるなこの方とか思いますね。かわいい、うん、その今日もかわいいね、嬉しい、ありがとう。悔しいって、なんで？可愛いからいいのよ。そう、いいよ、うん、いや、緊張してるのもなんか可愛いなって、なんか一生懸命喋ってくれてるんやなっていうのが伝わるから、
なんか嬉しいよね。だってさ、普通の、だって普通のさ、日常で人と、まあ、面接とかそういうのを除いて、それなんか緊張する場面を除いてさ、なんかさ、友達とかと緊張して喋ることないやん。緊張してまでお友達と喋らんやん。なんていう、まあ、仲良い子はもちろんさ緊張せんやんか。ね、なんか緊張する友達とわざわざ遊ぶこともないじゃないですか。ってなったらさ、ファンの皆さんはさ、すごいすごいよ、本当にすごい勇気、なんかなんて言ったらいいやろ、勇気がいるというか、なんかすごい素敵なことしてるなって思う。一生懸命会いに来てくれて、緊張して仲良くなってって素敵じゃない？メンバーと仲良くなってって、さらちゃんにどう思われてるのか、うん、気になるから、気になってきたから早くお話し会行きたいって、来てよ。毎回話すとき緊張するけど、さらちゃんから話してくれかけてくれるから緊張ほぐれる。本当？それは嬉しい。うん。やっぱ来てくれたからにはね、楽しみたいじゃん。仲いいこと思ってるから緊張せんのかも。あ、確かに。仲いいお友達と思ってじゃあ皆さん話しかけてください。3部以降もあればもっと空も楽しかったのに。え、ゆうちゃん、いっぱい来てよ。うん。うん、時間が足りんやったかな。あ、雰囲気が緊張せん。緊張する人としない人がいるんですかね。自分も嬉しいけど、自分以上にサラちゃんが嬉しそうに話してくれるのが嬉しくて可愛い。本当？いやだって嬉しいよ。だってだってさ、遠くから何時間もかけて私のために会いに来てくれるんよ。そりゃ嬉しい。だって今日も近くても、近いけど、そう近いけどっていうか、関東やけど1時間半かけて来たよとか、そうめっちゃ汗だくで来てくれたりとか、そう関東とか宮崎とか広島とか飛行機に乗らんと来れんとことかから来てくれたかと思って、しかもなんか昨日来たよって、今日やなくてもう前乗りして、ねえ嬉しいやん。私は嬉しいです、とっても。熱中症で潰れてしまいました、ウランですって。ウランちゃん本気で大丈夫？もう汗だくやったもんね。そうみんな、ウランちゃんは今日寝坊して一生懸命駆けつけてくれたんです。あ、一個違い、確かに年齢もね、あるかも。サーノンが楽しそうなのが大きい。本気？でもそうやって言ってくれて嬉しい。でもね、お互い楽しみたいじゃん。明日も待ってますよ皆さん。ドゥドゥドゥ、明日はね3部なので割と早めなんですよ。12時から1時15分なので、皆さん空いてたら来てください。時間が、あ、そらちゃんに会うために頑張ってたって。もうゆなちゃんめっちゃ仲良くなってるやん。なんか嬉しいな。ねえ、待って待って汗だく臭かったよね。そんなことないめっちゃ面白い。頑張ってきてくれたのが可愛かったよ。うん、そう、
あ、ソーセイさん言っちゃうね。楽しんでる？飲みね、嬉しい。宮崎のおじちゃん、宮崎からありがとう。私より早く来てね。私は今日来たのに、宮崎のおじちゃん昨日飛んでくれたのよ。優しい。お昼ご飯の時間じゃんって。お昼ご飯の時間に、お昼ご飯を食べずにサノに会いに来てくださいお昼ご飯はちょっと前に食べてください。しげるさん、たい焼きありがとう。待って、この椅子の音は嫌な人おるよね、きっと。ごめんなさい、私も嫌いです。ごめんね、なっちゃうけど。あんな滝汗かくぐらい頑張れる朝は人生で初めて。それが今日で最高に幸せだよってありがとう。でもさ、学校より急いだ。学校遅刻する時の方が急ぎそうだけど。でもウランちゃん本当になんかもうめっちゃハワハワだったんです、皆さん。本当にあのウランちゃんを見てほしいぐらいにね。ウランちゃん今日ね、私の前に来たし、来た時ねめっちゃハワハワだったの、もうって感じ可愛すぎたよね。なんかもうハワハワもこらえてるぐらい可愛かった。めっちゃ可愛かったですよ。みんな寝坊してもウランちゃんみたいに奇跡的に間に合うこともあるみたいなので、寝坊しても来てくださいね、諦めずに。いやマジで可愛かった。もうねめっちゃ肩がもうなんかそうそう動いてた、ちょっと、うん、可愛かった。誕生日プレゼント探すって嬉しい。やっぱなんかちょっと暗いかな、電気。あーダメかも、やっぱり。これ何水かな。そういうのやっぱりさ、香水なんかな、これって。多分軟水はね美味しく飲めるんですよ。香水がさやっぱね美味しくないんですよね。うん、うん、いや待って、香水ってそっちの香水じゃないよ飲んでわかる。え、違う。なんかね、多分これもね、私後遺症なんですよ、普通に多分。そう。多分香水やっちゃないかな、この中に入ってる水。わからんけど。これ何の水かわかんないんですけど。うん。うん。なんかさ、味するんだよね。そう。ありますよね、そういうの。うんうん。確かに宮崎やったら寝坊したら間に合わんな。飛行機で置いていかれちゃう、まず。あ、ルイボスティー持ってきてますよ。ルイボスティーある。あ、香水きついの分かる。あ、じゃあ香水、じゃあこれさ後遺症やなくて普通に私がダメってこと。でもねこれ、この味がしだしたのね、私ね、あのかかってからなんですよ。そう、水とコーヒーなら。いや、わかるわ、みんな。え、私の今日の音もルイボスティー最高。あ、香水ダメな人一定数おるん。でもね、でもね、私何でもいける人だったんやね。そう、これ海外のやつ。んー、ルイボスティーもありますよ。見て、マミがね今日ねこれに入れて入れてくれた。ルイボスティー、ルイボスティートメさん、明日行く。アカウント変わった？カタカナにした？
水に浸るんや。なるほどね。いや違う、なんかね、味が違う。まあ、硬さもあるけどね。あ、私エビアン好きですよ。エビアン可愛いよね。これケース、これはカゴメのやつだからや。カゴメ、カゴメ、なんでカゴメの持ってるっちゃう。まあカゴメのやつです。カゴメ。あ、クリスタルカイザーね。アメリカ合衆国のね。あれ、いとこが好きなんよね。そう、なんかね、持ってるとおしゃれやから好きらしい私と同じだね。私はエビアンとか、あ、私はボルビックが好きです。うん、入れ物がね。社長インタビュー、何でもどうぞ何でもどうぞ。天然水しか勝たん。わかるわ、わかるわ。とてもとてもわかりますね。そう、ボルビックの入れ物がめっちゃ好きなんですよね。私ペットボトル、ボルビック、クリスタルカイザーボトルだけはダメだけど、マジで味美味しいからもう一回飲んでみてって。美味しいよね。でも普通に、だって待って待って、クリスタルカイザーってさ、湧き水じゃなかったっけ。なんかあるよね、水にも。めっちゃ面白い。水って研究すると面白そう。いっぱいあるもん。あ、そう、私の持ってる香水、皆さんが書いてた香水じゃない。そうそう、そっちの香水よ。硬いの方じゃなくて、金編の広いの方。そう、美味しいよね。でもクリスタルカイザーもずっと飲んじゃう。でも前はパパがよく飲んでましたよ。うん、ブランちゃん寝な。ありがとう、今日頑張ってくれ。お水いっぱい飲みな。そう、香水、軟水あるよね、いろいろ。はあ、うん、お水だけじゃあかんで。塩が入ったやつ。紅茶とお茶どっちが好きですか。本当はお茶やけど今は紅茶です。紅茶が好き。ストレート、ストレートティーが好きです。ミルクティーも好きでも、え？なに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 、サーモンしたいってどういうことよ、うん、ミルクティーにしか救えない命があるよね。本当に命、わかる。待って、最近さ飲んだな、何かが美味しかったんよ。あれは丸い入れ物のやつだから、紅茶家電かな、丸いやつ。あれ美味しかった。そう、ファミマのアールグレイティーラテ飲んでほしい。え、飲みたい、飲むわ。ファミマのアールグレイティー、え、アールグレイ、あれ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 、アールグレイティーラテ。あ、ボスやないよ。あ、ボスなのかな、俺。あ、ボスかな、ボスかな、なんだろう。カフェラテみたいなストローで飲むやつ。あ、ストローね。オッケー。それで言えばさ、今日買いました。今日買ってきちゃった。今日ミニストップで
あのね、ミニストップの紅茶飲んだことある人いるかも。私飲んだことないんですけど、でも高かった、200円したけど、なんか飲む機会ないしなって思って買ってみました。明日飲みますね。え、ミニストップって高級なの？そうなんや。飲むヨーグルトはね、あのお家でよく飲んでるので、今日は買いませんでしたよ。ミニストップソフトクリームめっちゃわかる、美味しいよね。あ、200円って言ったからね。なるほど、200円高いよね。え、ミニストップの紅茶飲んだことある？ストロー刺すやつ、大きいやつ。え、飲んでみたいんですよね。明日飲もうと思ってます。明日飲もうと思ってるやつはあるんですよ。どこじゃんと。ね、今日さ、このホテル冷蔵庫ないやんって思ったんだよね。みんなめっちゃ探したよ。私、冷蔵庫ないホテル、AKB に加入してから初めてっていうか、人生で初めてって思っちゃったけど、でもね、あった、ちゃんと。めっちゃ探したらあった。でもめっちゃ探した。こんな探したの初めて。そう、ありました、ちゃんと。本当に探してよ。見て、これです。あれ何やったっけ、名前。ロイヤルミルクティー。あ、まんまでした。ロイヤルミルクティー、これ明日朝飲もうと思ってる。ミニストップ、ミニストップさ、なかなかないからさ。そう、みんなこのこれ明日朝飲んだら、サラマンと胃袋お揃いだよ。そう、胃袋お揃い、そういうこと。振って飲んでね。あ、今飲まないやった。ロイヤルミルクティー好きな方、明日の朝ごはんお揃いにしませんか？朝の朝ごはんお揃いにしませんか？ミニストップの、ミニストップのロイヤルミルクティーです。胃袋お揃いにしましょう。胃袋お揃い。ファミマのミルクティーのフラッペって気になるんですけど、全然飲んじゃらん。ちょっと飲んでみて。え、そう、ミニストップね、むずいよね。あんまないんですよ。そう、たまたまあったので、たまたまね、あったんですよ。ちょっと出かけてみたら、あ、待って、これ明日も、いやでも明日の朝は飲みたいんで飲みますけど、マミーの誕生日やった、賞味期限。これマミーにあげたいぐらい、私こういうの反応しちゃうんですよ。そう、でも飲みますよ。飲むので皆さんぜひ胃袋をお揃いにしましょう。海外、あ、海にもミニストップ作ってください。ミニストップですか？ありますよ、きっと。ないですけど、わかる、ね、九州にも増やしてほしいよね。ないんですよね。そう、パワーワード、みつきちゃんからもらったパワーワード、サノンがあの気に入っちゃったってことで、皆さん、あのミニストップ近くにある方はこれ飲んでください。これ、明日の朝直してきますよ。皆さん覚えましたね？ミニストップロイヤルミルクティー。はい、じゃ
ぜひ。なんか痛いよ。気に入ってしまいました。よいよい半券になってます。イエーイ。やっと帰れる？やっと帰れる？お話し会の会場？そういうの酔ってないです。あ、仕事？それはお疲れ様です。あ、ポクレンパサランさん明日来てくれる、嬉しい。待ってるわ、みんな明日も待ってますよ。明日さ朝配信したいなって思ったんですけど、絶対朝バタバタしてるから無理なんですよね、きっと。巨人ファンなのって。そうですね大好きです。でも最近全然ね、試合をテレビでも見れちゃなくて、そう、なんかちょっと悲しい。インスタとかでしか、インスタでたまに結果見たりとか、本日のヒーローみたいな投稿があるんでそれを見てます。なんで巨人なの？それはね、あ、それはでもね、大きな理由がありますね。まあでもそれを言うと、あの、ここもあるじゃんってなっちゃうけど、まあさ小さい頃から知ってる選手の方が言うっていうのと、あとは毎年やっぱキャンプに来られてるからさ、そう、まあいろんなチーム来てますけれども、5球団ぐらい来ちゃうけど、でもその中でもずっとね、そう来てくれてるんですよ。そうで、なんか思い出がある、キャンプ。そう、九州昔から巨人ファンが多い。あ、そうやっちゃう。ホークスさんじゃなくて、そうだからです。そう、キャンプが原因ですね。原因って言ったらなんか悪いように聞こえる。キャンプが一番の理由ですね。はい。キャンプ。キャンプが、なんていう理由？原因っていうのがもう悪者みたいになってる。きっかけ。そういうこと。きっかけです。そう、私も宮崎でキャンプして美味しいもの食べるかな。あ、いいね。あ、ごめん、いいね、そういうキャンプもいいね。宮崎キャンプ行ったけどザンギ食べたかったな。ザンギザンギあったっけ。でもザンギって北海道よ。辛麺しか食べてない。チキン南蛮は辛麺ね、あるもんね、屋台とかも。そう、ザンギは北海道の唐揚げ。それこそ有楽町のね、北海道物産店、どさんこプラザやったっけ、あそこ。
こにもザンギ言ってましたよ。あ、小倉さんで最高最高。本店さんですご。いいね。あ、昨日？あ、昨日ね。昨日ね。嬉しい。ありがとう。今年。ルサンコで。アニメのチーズみたいなケーキ、アニメのチーズみたいなケーキ、そしてさ、あれ四角い箱に入ったやつ、ちっちゃい、あれうちにあるの。あ、そうや、わさっぴさん定休日やったんね。来ない、来ないと来ないとって何って、コントダメやん、絶対コント。東京行ったら絶対行ってる。嬉しい。こんねん、そらちゃん、未だに今年行ったことないんですよ。皆さん、みんなの方が先輩ですよ。今年の先輩です。今年の先輩ですね、皆さん。今年意外と行ったことないんですよね。意外と行ったことないよ。ドサンコプラザに行ってる場合じゃないですよね。そのドサンコプラザとか、沖縄物産展に行ってる場合じゃないですよね。やっぱ違う県に目が行きまして、そう、でも私は宮崎の今年に行ってほしいですけど、私はさ、そう違うとこに目行っちゃうね。旅行に行きたい県の、物産展に行っちゃって、物産館に行っちゃいました。私は行ったことないよ。そう、みんな行ってくれてる、私も行きたいって思いながらいつも見てます。皆さん、いや、だから私は宮崎県で、空港とかのそういうお土産ショッパーよくちょっちょ行ってるんで、みんなと同じ気持ちです。そう、九州物産店やってた時にチキン南蛮食べたけどめっちゃ美味しかった。嬉しい。やっぱね、宮崎のチキン南蛮美味しいよ。そう、宮崎のチキン南蛮めっちゃが、みんな食べてね。とぶさって行きたくなっちゃう。選んだラインナップ似合ってそうと多方面から言われております。わっ、嬉しい。どうなんだろう。サーノン、今度こんねんに来んねんって。うまいわ。こんねんに行かんねんね、本当にこんねんに行かんねん。眠いんで寝ていいですかって。じゃあ私も終わろうかな。北海道物産展わかる、めっちゃ好き。北海道物産展メロンジュース飲みましたよ、この間。じゃあみんなこんなところでね、私もお風呂に入るので、そう、明日も朝早起きなので、まあまあ嬉しい。じゃあみんなランキング読みますよ。いいですか。読みます。
13位はコウエさん、ありがとう。12位はピンクカメオさん、ありがとう。11位はリニさん、ありがとう。10位はシュウヘイさん、ありがとう。初めて読む？もしかして。9位はツズポンさん、ありがとうね。初めて読む方多くない？今日めっちゃ嬉しいです。8位はつばまなあゆさん、ありがとうございます。初めて。7位はこういちさん、ありがとう。6位はソースイさん、言っちゃうやろ、ソースイさん明日待ってますよ5位はきーちゃんとマーク、ぐんまにやさん、どうやったっけ、ぐんまにやポーズ忘れた。4位はいちごミルクさん、ありがとう。3位はわさっぴさん、ありがとう。2位はとめさん、ありがとう。1位はなーとマーク、そらちゃん大好き、幸せな時間ありがとう。こちらこそありがとう。はい、ありがとうございます。ダメですって、終わっちゃうよ。スクショタイム、スクショタイム、昼もしたけどいるかな今。まあまあまあ言っときますね。最近配信でくしゃみしましたか？最近ですか？あ、今日昼しそうになったんですけど大丈夫でした。はい、はい、終わりです。じゃあみんな今日も見てくださってありがとうございました。今日は2回できてよかったし、ダブルピース、はい、はい、今日も虫がかわいい、ありがとう。嬉しい、しげおさんありがとう、ありがとう。そう、今日声好きって言ってくれる方もいてね、そう嬉しかったですよ、ありがとう。じゃあ皆さん、せーの、空のじゃんけん、じゃんけん、ブン、ブンブンブン。みんなありがとう。じゃあ、明日また待ってるんで、皆さん会いに来てください。それではおやすみなさーい、バイバイ、ありがとう、バイバーイ、おやすみ。